いたわってほしいかも。どうした急に。いたわってほしいかも。何があった急に。小学生話してんの俺。子供じゃん、語彙数が。いたわってほしいかも。何があったのよ。まず一個は、はいはい、あの、生理が来たら。出ました。うん。月一の。もうあの、本当に今日来た。プロモーションを含むを見て、うん、こいつ生理の設定でコント入ってんじゃないかと思ったかもしれないけど、本当に今日来た。ハウスできた。あと3月8日は、うん、国際女性デーだから。国際女性デーなんですね。そう、あとまあ3月8日、まあ、サーヤの日だから。あら、うまいですね、なんか。まあ、その3個がいろいろ重なって、いたわってほしいかも。サーヤの日はもう関係ないけどね、別にね。いや、でもまあまあ、いたわりましょうよ、じゃあ。体調的にももう、もう優れないというか、うん。万全ではないね。西だと、マネタクで、いたわり合戦だじゃん。あ、ほんと？お互いにいたわってく。あ、じゃあもう、レモンジャムが。うん。これありがたいですよ。ちょ、いたわっていいですかも。え？いたわっちゃっていい？いたわっちゃっていい、キモいな、なんかイケメンのイケメンのセリフみたいに辛いんでしょ？うん、いたわっちゃっていい？なんだそれ。ちょっと今会議したんで、ちょっといたわりましょう、よし今日は。いたわって、よし。犬が飯食う時じゃないかよ、それ。じゃあもう早速行きましょうか。いたわり待ち。じゃあいたわり待ちしてください、ちょっと準備するんで。いたわり待ち入りました。いたわりまだ？すいません、お待たせしました。いたわり待ち。園長さん待たせてるよ、いたわり。生理のその、生理の収録じゃん。生理の AD。はい、今回、お私がまず用意したのはこちら。ドン。何だと思いますか、これ。え、何それ。これを手首にまつけてもらって、うん、これ USB に挿すと、うん、あったかくなるというアイテムです。何それ。こっちか。これを、そして、ここに、セッツ。こう動いてないだろ。で、ここのスイッチをオン。あったかくなってきた。これなんです、これ。いたわり作戦第一。はぁ、末端温め作戦です。で、ヒエヒエしちゃうときにいいですね。次はですね、こちら、うん、これはですね、またコードつながってんじゃん。すいません、またコードのものです。コード多くない序盤。すいません、いたわるにはコードがいるのかい。そうなんです。こちらですね、はい、これまたつなぐと、この目が温まるというアイウォーマーです。あ、まあね、はい、確かに癒しグッズですね。そう、癒しグッズ。これ何、目もあったかくなるの？大丈夫、人体実験みたいになってないの？ちょっとスイッチ入れますね。目やればいいのね。目やればいいです。大丈夫この絵、まずちょっと近未来の人間みたいになってない私。この手の感覚がさ、伝わる VR してるみたいな、うんうん、そうよ、触手ハンド持ってるみたいな。メタバースに行ってるやつじゃん、もう。すごいですよ。あ、来たわ。あ、いいね。どうよ、これ。すごい、じわじわ来てる。目もこれ、温めます。なんか、すごい状態だね、これ。確かに疲れは取れるね。そうなのよ。そして3つ目。見えないのよ。怖っ、音。なんですか？オルゴールです。ちょっと待って。バカ売れヒットソングじゃん、これ。はい、ここに、ちょっとお菓子。どう？恐怖のおもちゃみたいになってるやつ。目と手があったかい状態で、大きなロンポールだけ聞いてさ。これ癒しだから、やっぱ。なるほどね。なんかその、科学的なあれはないけど、多分なんとか派みたいなのが脳で出ると思う、俺。ここまですれば。どうよ。やっぱオルゴールの音って癒されるじゃない。寝てるかも、もう。もしかして、いたわりすぎて。あ、もう寝たな、これ。企業案件中なのに。ささ、大丈夫？寝てた、今。すっごいいいわ。オルゴールが止まった時に自分も止まったわ。これちょっとまだつけててください、これ。で、音も流しておいてください。はい。インテリアフレグランスオイルです。何この匂い？何系だ？これは、ジャスミン？何？グリーン。グリーン。いい匂いですね。あ、いい匂い。これだいぶいたわってんじゃない？これ。どうよ、これ。この映像。だいぶいたわってるよ、これ。いい匂い。これも寝ちゃうでしょ。首も動いてる、ほら、ノリノリだ、完全に。鼻の前にスッと飛ばす。
未来のおもちゃじゃないの。民族資料館とかにあるタイプのさ。ああ、終わった。音が止まると終わるタイプの機械仕掛けだ。どうです、サーヤさん、これ。いや、いいよ。確かに癒し物ってるんですよ、いいかも。いいでしょ。マネタクが持ってきてくれました。あ、何ですか、マネタクから。これ、電気毛布。うわ、こんなん一番いいぜ。うん。私物。私物？うわ、人んちのニュースは。あったか、めっちゃあったかい。これ一番すごい。でももう電気で温めるもんしかないね。コードまみれ人間。すごい量のコードが今。コードまみれ人間ですよ。生理の時コードまみれになる人だよ。結局でもその普通生理の日っていうかもうコードの日っていう。寿司ですか。このままだと。生理とかじゃなく。うん、ごめん、ちょ、コード来ちゃったって言いやすい。コードまみれになる日として認識しちゃう。ごめん、ちょっと今日コードなのよって。なるくらいコードあるけど大丈夫？で、まだまだマネタクからの、あら。いたわりがございます。何何ですかこれ。出ました。いたわり定食。いたわり定食マネタク特製、いたわり定食です。いたわり定食来た？生姜のスープと、うん、はぁ、お味噌汁と、うん、レバニラ。レバー出ました、レバニラ。ルイボスティー。出ました、ルイボスティー。いいですね、あったかい、ルイボスティー。家で作ってきたルイボスティー。これ素晴らしいじゃない。あったかい。ルイボスティー。香りがいいね。生理中って、まあ、サーヤさんの場合はどうなの？その食欲とかは減ったりとか。いや、私は。過剰になったりとか。周りでもよく聞くけど、やっぱ食欲めちゃくちゃ倍増するんですよ。あ、みんなやっぱ倍増するもんなんだ。うん、生理中っていうか、生理前ぐらいから。から結構食べたくなるというか、うん、1週間前なんてもう毎日チョコ食べたいぜっていう人もいたりするから、ね、うん、まあそれはまあ人によって何食べたいかとか、そう、人によって全然違うけど、甘いものを無性に食べたいとか、はいはい、ジャンクめっちゃ食べたいとか、脂っこいものとか、そう、あ、なるほど、ね、でもね、やっぱね、レバー大事だと思うよ、鉄分、しかもあと生姜、はいはい、体めっちゃあったかくなるから超いいですよ。あら、このチョイスも素晴らしい。温める。あとお通じが良くなるごぼうなどが入っていてかなりグッドです。ああ、なるほどね。普通にまあお通じはいい方がいいからな。うま。家事全般投げ出したくなるから、私は。なるほどね。めんどくさくなっちゃうもん。生理の日。うまい。来ました。新しいいたわりが。私、はい、いたわる、まあ、一環として、あの曲の生演奏。いや、あの娘が結婚する時じゃん、もう。ちょっとあの作家のライブが10年ぐらいピアノをやっていたという。はいはいはい。なんで私が今から指揮を取って。え、ちょっと待って、お前は演奏しないの？俺は演奏しないです。行きましょう。ショパンの子犬のワルツです。こっちの手動いてないよ。はい、はい、どうですか。いや、うまいけどさ。生演奏。やっぱ生理の時は生演奏聞きたいもん。いや、そんな手にないよ。、うん、顔ムカつくな。何どう、こっちすごいイライラしてるタイミングだったらめっちゃ嫌かもな。じゃあ、西田なんか弾けないわけ。いや、俺マジで指揮は別にどうでもいいのよ。音楽やったことないもん。実はですね、まだまだあのいたわりアイテム、うん、持ってきてます。何ですか今回。実はですね、あの、うん、ユニチャーム様に、はい、ご協力いただきまして、あら、いろいろ商品をね、うん、ご提供いただきました。すごいハキハキしてる。こちらです。まず張り切り上がって、これもうだってご協力いただいてますよ。ご協力いただいて、急になんかテンション変わるのちょっと違うんじゃないですか。まずはこちら、ソフィー一晩中漏れ安心超熟睡ショーツでございます。出ました。こちら、うわ、ちょっと開けてみますか。これもうガチ愛用中の
熟睡ショーツでございます。超熟睡、もう使ってますか。はい、これはもう本当に、うん、革命だと、革命だなと、革命だな革命だだだ革命ですか、革命だだだって感じなんです。ちょっと開けてみましょう。これ本当に良くてですね、うん、はいはいはい、まあ、そもそもサニタリーショーツっていうのがあるの、生理用のね、生理用のおパンティ、おパンティね。でそれって何かっていうと、その要は漏れてしまう可能性がある部分が2枚重ねになってたりとかして、はいはいはい、ちょっとこう撥水加工っていうんですか、うん、ちょっとこう弾くような加工がされてるのを履いた上に、うん、ナプキン、普通のパンツよりもそのカバーされてる、これ1枚でいいぜっていうやつなんですよ。パンツもうそのまま履いて、下着はもうこれだけでいいという。今まではじゃあそのサニタリーショーツとナプキンを使ってたのが、そう、これで夜これだけ履けば、うん、汚れる必要もないというか、あの自分の下着が汚れる可能性がない。なるほどね。っていうのですごいんですよ、これ中もちゃんとでかい。ほう、朝起きた時やっぱ汚れるもんなんですか。汚れるね、やっぱ寝相悪いからね、私は特に。ああ、まあそういう問題もあるのか。これはすごいんですよ、これだとやっぱ朝汚れないというか、うん、おお、それが一番嬉しかったね、これ。なるほどね。うん、これがあることで、そう。まあ心配なく。でもこれちょっと汚れても、これパパパってやっても捨てちゃえばいいですから。確かにな。そうなんです。一回また洗濯とかしなくていいわけだもんね。これマジで便利。一晩中不安なんですよ、生理の時って、うんうんうん。やっぱりどっかについてんじゃないかとか、はいはいはい、吸水してるはずなんだけど、あーなんかどっかついてそうとか。なるほどなるほど。感じになるんですけど、これはその心配はいらないという。一晩こう安心して寝られると、はい、私ケツがでかいのですが知らんけどこういう感じですごい伸びるんで。なるほどね。そう、これ S、M、L あって、私普段 L なんですけど、うん、S でも結構伸びが良くて入ったんですよ。だから多分そのお尻が大きい子ちゃんも大丈夫と思います。結構伸びますよ。あ、でも俺が履いたら多分8キロちゃうな。そうね西田はね、俺が履いたら8キロちゃう。あ、でもいけると思うよ。ほんと？うん、いや、これはっちきれちゃうよこれはね、夜いけますよ、全然。ああ、ほんとだね、確かにね。そうそうそう、これはほんとだから、お腹も圧迫されないし、うん、これが M、L のサイズですね。そう、これ S もありますよ。ほぉ、 M、L、 はい、こちらですね。ありがたい、これもらえるんですね。一品目こちらです。次はですね、こちらドン、ソフィーシンクロフィット、ほう、吸水力はプラスアウンですこちら。ああ、これも前、以前動画で前ね、あの紹介させてもらって、私その時知ったんですよ。ペタッて貼るやつね。そうそうそう、はい、ああなるほどね。うん、あ、こうなってるわけですね。田舎から帰ってきたやつがさ、こういうタイプのお土産買ってきてくれるこの黒い和菓子のタイプがいっぱい入ったやつ、うん、それぐらいちっちゃいですよ。ちっちゃいちっちゃい。で、これ取り出して、うん、中指で取り出します。あ、わかった、こうだ。そうね、ちょっと中指立ててる感じになってる。そうそう、ちょっと今こうやると良くないから申し訳ないね。ここに入れて、うん、で、このままこうです。クッてこう貼るわけだ。これをこうですね。ほうほうほう。で、そのまま前に指ポンって抜けばいいってことですね。なるほどなるほど。はあ、確かに多い日はこれやるのいいですね。いいですか。しかもこのまま流せんだ、トイレに。これで流す、トイレに流せて便利です。これナプキンとセットで使うんだ。じゃないですかね、多分ね。これもした上でナプキンもしてってことで、うん、あ、だからもうこれで吸水力が追加されるみたいな。あ、2時間ね。2時間はぁ、プラ2になるわけですね。結構そのドッと出る日ってあるんですよ、日によって。はいはいはい、はい、そういう時はめちゃくちゃいいね。こいつを使うことによってはぁ耐久時間が増すという課金アイテムですよ、本当に。特殊アイテムです、うん、これは素晴らしい、ありがとうございます。ドン、ソフィーソフトタンポンですね、格闘技の感じで呼び込むのやめてるの。違う違う、こいつらが戦う。アナコンダみたいな感じで。ソフトタンポン。ファイじゃないの、ね。あ、いいんですか、はい。ソフトタンポンもこれ使ってます。使ってますか。はい、ソフトタンポン。使い方がね、あの動画になってたりとかして QR で読み込んで、はいはい、最初は見てましたよ。本当だ、初めてでも使い方動画で簡単安心。そう、これ最長8時間、素晴らしいんですよね。8時間って長いんですか。8時間長いですよ、だって半日いけるわけでしょ、ほぼ。まあまあほぼね、うん、で、ちゃんとあの説明書ついてんだよね、こうやってね。説明書ありがたいですね。怖い人とかいると思うんですよ、最初はタンポンが、うん、だからまあこれで見てもらって、あと、うん、まあこれだけで不安な人はさっき言って動画で見てもらって、はいはいはい。これもな、最初やっぱタンポンってうん、あ、初めて見ます。何それ。こうなってまして、おクラッカーみたいでしょからおめでとうなんて言って、そんな、まあそんな感じだな。うん、おめでと
の、ああごめん間違えちゃったなんていうぐらいの引き手がある感じね。そうそうそう、これ面白くてですね、こうグッと、まあ、入れまして、はい、これがまあ体内にね、はい、こうやって入れて、でこれをあの、あ、間違えた、これを押すんだよね、押す、はい、体内に入れてこれをグッと、これが俺が体内ということにする、あ、こっち向きしてもらって、こっち向きね、こうするじゃん、入れるじゃん、はいはい、入りました、ギュッとしといて、ギュッとしてこれを押すんですよ、ほう、押して、あげて、うん、あ、ちょっと待って、ちょっと、ちょっと、あなたがちょっと締めすぎこういうこと、こういうこと、こういうことなんですよ、そう、ちょっと今のはありえないぐらい締まりが良かったんで、こんな人はいないんですこうやって入れて、この部分を抜き去るとで、中に入ってるよっていう状況なわけ。そう、ここだけが中入ってるわけだ。そう、だから、まあ、ここが入ってて、ここだけ出てるっていう状況になるわけですよ。なるほどね。で、どんどんここは吸水力、もう本当にブワーって感じで、はいはい、コリス。でっかくなんだよね、そこね。そう、ここが吸ってくれるわけ。うん。で、最後もう8時間とか、まあ、規定の時間だったら、抜いてあげると。で、そのまま捨てるっていう感じです。包んで吸ってるっていう。そういうの入れてて違和感とかないんですか？感じない位置があるんですよ。そこまで入れるっていうのが大事で、それもやり方で最初怖いと思うから見ながらやったらいいんだけど、うん、正しい位置に入れりゃグッとちゃんと入って正しい位置に入れば違和感はないですね。おお、なるほどね、うん、まあ、敏感な人もいると思うから、うん、やり方をね最初ちょっと、まあ、慣れていけばそんなに気にせず使えますよみたいな。そうだね、ほうほう、そう、この部分だけが入ると。なるほどね。ここまで入れちゃうともう見失ってしまうんですけどそこまで入れちゃう、ね、最初はそれがもう怖かったですから。あ、この持ち手が。これをちゃんと出しておくってこれ大事です。なるほどね。こういう状況なんですよ。ここはもう捨てる部分ね。そこも捨てるわけね。そう、挿入の時だけ使って。はいはいはい。出すんで。なるほどなるほど。だからその、うん、タンポンの良さとしては、はいはいはい、漏れたりしないじゃない？もうその中で押さえてくれてるから。そう、中で全部吸収してくれるから、ほうほうほう、血を吸ってくれるんで、うん、あと蒸れたりもしない。出ることによってずっとこう湿り気のある状態で過ごすってことはなくなるんで、おー、なるほど、中で吸ってくれるから蒸れたりもしないんで、ちょっとこうお肌が敏感な人とかもいいかもしれないですね、うん、なるほどなるほど、はい、ソフィソフトタンポンオーガニックコットン 100% はいはい、こちらですね。そう、これオーガニック、確かこれ普通のナプキンも出してるけどタンポンもあるんだね。これは、普通の費用レギュラー、うん、レギュラー、こっちが多い費用スーパースーパー、やっぱオーガニックコットンの方がいい。一番気になるのが、うん、ナプキンしてるとね、要はちょっとその自分のそういう血とかがついたのをずっと皮膚に当ててると、なるほどね、蒸れて皮膚がね、はいはい、そうちょっとあと不快感もすごいし、うんうんうん、肌弱い人はね結構悩むらしいんですけど、オーガニックという素材がいいっていうのはね助かる。肌触りとかこう吸収とかも良いと、うん、そう、はい、一番嬉しいこちらですね。コードの時間何あれも大事でしたから。いや、まあ嬉しいよ。センターインは何がすごいかって知ってる？めっちゃコンパクトなの知ってる？カバンに複数枚入れて持ち歩かなきゃいけないわけ。はいはいはい、生理の期間ってこれを持っとかなきゃいけない、ね、そうで、なんかよくポーチとかに入れたりするんだけど、まあかさばるんですよ。ほうほうほう。で、センターインは何がすごいかって言ったら、もう普通のナプキンよりもうんと薄いんです、1個の単位が。でかいやつとかだとこれで1個分でもっとでかいんだけど、超細かい、もうこんな。なるほどね、持ち運び便利というか、もう名刺サイズですまあまあ、そう、一般的な会社の名刺ってこれぐらいだよこれぐらいです。間違って私やかも、私ちな、今使ってるのも絶対いいんですからね。あ、そうですか。はい、全部持ち帰りたい。あ、これも買ったわ、私。なんですか？これも持ってます、私。それ何？温活ショーツ温活ショーツ、うん、私これも持ってます。なんで温活ショーツ？あったかくなるやつなんですよ、あったかい、しかもお腹、ハイウエストだからお腹全体温められるよっていう。はい、やっぱユニチャーム圧勝だね。勢ぞろいですねもうこれはありがたいですね、はい、だいぶいたわられました。今回ユニチャームさんがまあこう活動というか応援してらっしゃる、はい、うん、ノーバックフォーミーというまあ運動がありまして、はいはい、生理用品買うときにね、うん、ちょっとこう褐色というか、はい、色のついた袋に入れられるじゃないですか、はい、あれがなんでなんだろうなみたいな、はい、もうちょっとこうオープンにもう男性も女性も話せたらいいのになみたいな、まあ、隠す必要ないよねってことね。そうそうそう。そういう方向に、まあ、進んでいこうよという、はい、運動を、まあ、やってらっしゃいますので、はい、そちらも応援しつつ、ありがとうございます。いろいろ考えていけたらと思っております。はい。そしてまあ、女性によってね、こう、いろいろもう何してほしいとか、うん、何が辛いとか、うん、人それぞれだと思うんですよ。本
当に違う。だから私が今これが必要だって言ってるのは、うん、ほんの一例に過ぎないですからね。あくまでまあ草屋さんの場合という。はい。もっとここに入れないぐらいの人もいたりとか。もう座ってられないって人もいるもんね。いるいる、ね、猫むタイプの方もいらっしゃいますしね、うん。逆に私が知り得ない症状があるかもしれないので、うん、生理の時どういう状況なのかね。そうね。悩みとかあったらぜひ皆さん、はい、コメント欄に書いてください。はい。男性も、うん、こう分かんないこととかな、どうすればいいんですか的なのがあれば、うん、ぜひコメント欄にこう書いていただいて、そうだね、コメント欄でこう盛り上がっていったらね、シェアできたらね、はい、良いと思いますんで、はい、ぜひ皆さんコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は、はい、ありがとうございました。はい、じゃあタクシーもお願いします。呼んどいて。いたわって。